こんにちは、ネットフリックスね。実は私、ネットフリックスね、セルフバックで1ヶ月だけ視聴したんですけども、まあ、その間にね、もう徹底的に見まくって、もうおさらばしてますね。まあ、あれから1年ぐらい経つんで、動画の内容を更新されていって、また興味深いのがたくさん始まってるとも思いますし、ネットフリックスじゃないと見れないコンテンツもあるんですよね。まあ、ですんで、また、 すするかなとといいうところでございますけどもやったにしてもね多分1ヶ月単位ですぐ解約してその間に時間使って見まくるみたいな感じでしょうね。えというのがねこのサブスクリプションっていうのは私みたいいななやり方方が多分ほとんんどのでできないんですよあの時間がないですからそれこそね月に1本か2本見たら元だよねっていうふうになるのはそれは当然だと思うんですよ。まあ、でも私の場合は例えば映画だったらね30本ぐらい見るかなと。 それこそ四日五日連続でバーッと見まくってね、シリーズものとかだったら一気見するんですよ。一気見だとワンクールツークールものだったら大体一晩とか二晩で終わりますんで、一気にね、始終点結一話から最終話まで見ることができるという楽しみ方ですね。で、この見方サブスクリプション <laughs> あの月額課金なのに一ヶ月単位でしか契約解約しないというのはね、多分時間がないとできないですよ。 時間があんまりない人っていうのはいろんなこと忙しくって週に1回か2回見るのがやっとですから私がマージャン店やってる時はは、ね、もっとひどかったですよねサブに入っててもその月にね1本も見れないみたいなただ会費無駄払いみたいな時も確かにありましたんでねでアマゾンプライムとかもずいぶん前から参加したんですけども忙しいと通販も買えないですよで通販したところで引き取りがね まあ私の場合店があったんで店で引き取ったんですけどもまあなかなか難しかったですよねその通販商品選ぶ時間すらもだからその中でよくねあの末期では20時間ライブなんてがっぽり参加したなと思うんですよ、うん、それはまあ店舗にねパソコンを持ち込んでそこでライブ放送見ながら接客してたっていうところもありますけどねすごいっすよね <laughs> お客そっちのけでライブでえー、ってコメント書いてるみたいなまあでもそういうふうなある意味ね 今までやっていた暮らしからお別れしようと思ったら今までやっていた暮らしに背中を向けないとできないところもあると思うんですよだから発泡美人というか今までの暮らしもいい顔しながら新しい世界にも片しつこんみたいなことだと腰が入らないような乗り方になってしまうんじゃないかなとまあ振り切ることが大事なんじゃないかなと思ってますねで今アマゾンのサブには入ってるんですけども他は入ってないですね基本的には何も入ってないから うん、あの動画編集ソフトの年間サブには入ってるんですけども年間で2万とかってやつねまあ、そのぐらいですかねサブスクリプションっていうのは一個一個は1,000円とか2,000円なんですけどもたくさん入っちゃうとねもう収集つかないんであそうそう YouTube のプレミアムもサブでしたねあれにも入ってますねそんなとこから Netflix はまあまた参加する日があると思いますけども月の頭に参加して月末には解約するっていう形ですか 時間があるからできると思います麻雀店の頃は全然できませんでしたまあね十年も経って麻雀店といつまでも比較するなっていうところだと思いますけどもね今は今ですからね、うん、でも本当時間があるっていうのはありがたいなと思います、えー、時間があるからこそ大好きな車も十七万キロも走れますしね時間があるからこそいろんな細かい計画がも立てれたりとかそうそう海のレジャー山のレジャーってあるでしょあれはもうねかなり パーフェクトのできます、ね、もう時間があるんで、うん、だからマージャン店の時ね相変わらず比較しますけどもあの年に1回ですよほんとに、あのー、避暑地に三段峡ってところがあるんですけどね半日の観光に行けるかどうかっていうのも本当それだけスタッフさんもそうだったんですけどね、うん、海に行ってなんかね一発の サマーライフを気取るなんてことは夢、まあ、夢のまた夢でした。でし海まで行くのがもう面倒くさいみたいな感じでねそれこそ休日があったとしてもうちのスタッフもそうですけども休日に早起きして海に出かけて行ってどうこうみたいなね海に行くための道具の準備もなかなかままならないっていうねそんな方たちだったかなと思いますまあいろいろとね、うん、思い出せば本当に人生はこれだけ自由だったのに 当時は何だだったんだろうかなと思いますね人生は本当に自由ですよ。自分が思い通りに隅から隅までやっていけると。うん、まあそういった人生を子供の頃はね親の管理家とかあってしょうがないんでしょうけども、うん、社会に出て大人になればね自分の人生は自分で選べるのになとか逆に大人になったら不自由になっていくようなねだん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 不自由が増えていくような人生もありますんで。 そういう人生とは、まあ、おさらばして。本当に自分の過ごしたい人生を。過ごすために。やっぱビジネスは味方につけないといけないですね。ビジネスは。自分の味方であり。自分の安全を。そして、自由を担保してくれる。強い。鎧であり、剣であるのかなと思いますね。そう、ビジネスは鎧であり、剣であるということでございます。いってらっしゃい。